正式名称はインティっていうらしいんやけど、これインナー着たバージョンやったら透けないのかっていうのをちょっと一回見てみましょう。とある用途のシャツ、 T シャツやね、あれ。とある用途、うん、はい、本日ですねこちらグンゼさんの T シャツをご紹介していきたいなと思います。ということでこちら見てもらったら分かると思うんですけどね、プロモーションが入ってるんですけども、なんとあの日本のグンゼさんからね案件をいただきました。ありがとうございます。ということで、今回いろいろ弟にも着てもらおうかなと思ってまして、弟は何も聞いてませんね。はい、はい、あのいきなり始めていきたいなと思います。でこちらにこの間インスタグラムで視聴者さんにグンゼってイメージどんな感じって聞いたんですね、はい、ほんならね、例えばボディーワイルド、はい、実はボディーワイルドってパンツとかあるやん、うん、あれグンゼやね。あ、そうなの、ね、そうで、まあ、それ以外に言ったら肌着とかね、はい、あとまあボクサーパンツとか、うん、あとねジジ臭いとかね、あとまあブリーフとかね、あとおじさんとかね、怖い怖い、そんなこと言わんといてください。もうプロモーションでグンゼさん見てんねんから、そのおじさんとかね言われたら怖いんですけども、まあ正直な意見、そういう声がねありましたわ、はい、で、まあ、要は、ね、まあ、肌着なんやなと、日本の肌着イコールグンゼ、まあ、ボディーワイルドとかっていう感じなんやなと思ってると思うんですけど、はい、その中で今回タクゾーさんと白 T あんたいつもやってるでしょと、うん、ほんなら白 T いっぱい着たりとかしてみてくださいよということで、いろいろこちら提供していただきました。で早速僕実は今着てるんですけども、あなたにも着てもらいたいなと思います、はい、このボディーワイルドのねパックティーを着てもらおうかなと思いますので、どうぞ。はい、はい、ね、M サイズで着てもらいました、はい、これねポケティー着てもらってます。実はこれ僕ポケティーじゃなくてもう一個 E バージョンの着てます。うーん、なるほど。でまたもう一個 E バージョンのやつはまた話するけども、じゃあ僕もね、L サイズに着替えたいなと思います。これがね1430円で、はい、7.6 オンスあんのよ。あ、結構分厚いですね。そうで、まあ、分厚いっていうか、まあ、透けないような感じになってるんですけど、うん、どう？俺透けてる？透けてなさそうかな。透けてないんちゃうかな。うん、うん、まあ、例えば他とかやったらね、実はブラックとかネイビーもあんねんて。はい、これあの色違い、うん、そうなんですね。ポケットありなしの色違いっていうことですね。で、あって、で、ポケットないバージョンもあんねん。結構グンゼさんって僕のイメージですよ、うん、下着関係というかそのインナーとかパンツの関係しかないと思ってたから、確かに今度もあんねんな。しかも 7.6 オンス 7.6 結構丈夫だ、あんねんなと思って。そうそうそう、はい、ただね、あのこれまあ1枚で着れるから別にいいんやけども、うん、たまに白 T とかでもこう、まあ、あの透ける時があるやん、うん、中がね。で、それ例えばこれ透けやすいやつ一回着替えてみると、これはどうですか、透けてますか。うん、ちょっと浮き出てますよね。キモいですね、これはね、うん、あの誰が着てもねちょっと浮き出てくる感じになると思うんですけど、そういう時に、まあ、さっきグンゼさんがあの、はい、肌着とかって言ってたけども、うん、これ実はこの横にかかってるバレリーナみたいな服は何なのかって、気になってましたか。なんかあるよなと思ってなんかあるよなと思ってますよね、はい、そしたらそれがねインナーティーらしいんですよ。あ、これがインナーティーなんや、うん、で名前正式名称がインティーっていうらしいんやけど、うん、それの袖ありバージョンと袖なしバージョンっていうのがあって、あ、まあ、まずね、一旦着てみましょう、はい、このバレリーナもねどんな感じになるんかっていうのをちょっと見てみたいので、まあ、袖ありから一回着てみましょうか。このインティーって書いてるやつなんですけどもね、さて皆様いかがでしょうか、この感じこれすごいでしょ。でこれは、はい、どうですか。なんもないな , 笑ってるやん。このインナーでこれを着ることによって、確かに見た目は今ひどいでしょ、分かってます。あ、もうこれもうどう見てもこれ変態やんかと、やめてくれっていうふうに思ってると思うんですけど、これを着ることでこの透けがちょっと目立ちにくくなるとかいろんなところがあるのでいいらしいんですけど、まあちょっとね僕個人的にこれ着た時に自分でどうなってるかあんまちゃんと見えてないけども、色味の問題もあるんかなと思ってん。なるほど、あのイエベブルベっていうこと、うん、もあるし、この肌に色が近いから裸で歩いてるに見えるやん。なるほど、そういうことか。で、まあ他の色もあるってことやったんで、まあ、他もね着てみようと、後で着てみようとは思うんですけど、さっきのあの乳首透けてる時にね、あのどうやったかっていうのを、これインナー着たバージョンやったら透けないのかっていうのをちょっと一回見てみましょう。はい、これでどうでしょうか。透けてない、全然、うん、こうやって貼っても透けてないかな、うん、さっきと比べたらちゃうちゃう。なんかあの着てる感も見えへんし、ここから見てて、あ、インナーをね、うん、だからまあね、今回の T シャツはそれ 7.6 音声やんか、はい、だからまあ透けへんけども、まあ、こういうちょっと薄めの肌着の時とかやったら、うん、まあ、こういうのもねあるよということで、まあ、グンゼさんに紹介していただきました。 T シャツやねんけどサイズ感的にはどう。俺今これブラックの L を着ててそれ M やねん。はい、まあ M ぐらい、身長は170、そうそう、僕73で今63キロですね、うんうん、だいたい M ぐらい。で俺178の68か9ぐらい、うん、で L サイズって感じなんで、はい、まあ、黒着とったらねそんな透けることないけども、やっぱ白とかやったら透けやすくなった時は、うん、まあ、ああいうインナーもあるよというのと、う、ね、まあ、値段がとにかく安いから、うん、1430円ね。で後でも言うけども、俺はどっちかというとあの冒頭で着てたあのポケットの中って白のやつあるやん、はい、あれまあポケットあるかないかはこっちでも選べんねんけども、とある用途のシャツ T シャツやん、あれとある用途、うん、だからそれがな、あ、これ結構いいかもしれませんってグンゼさんに言って、ほんまこれ
とか、まあ、こういうの、タコさんあるって皆さんに紹介してくださいって言われたんだけど、もう一個のやつ、これの方が多分僕の視聴者さんに、まあ、これもう一個のやつ多分好きな人多いんちゃいますって言って、送ってもらって、それが一番最初に来てたやつ。だからまあそれは後でもう一回紹介しますけども、はい、まあこんな感じで1400、3000円でしたと。じゃあ中に来てる、さっきのバレリーナスタイルですよね。でもさ、これさ、はい、あんまり着てる感ないってこと、これは。そうですね、まあそこまで違和感ないというか、悪くないというか、肌の色が合ってるのかな、こっちの。あ、そうかもな。で次オレンジいきましょう。はい、とまあこんな感じです。どうでしょうか。もう鏡っていうか、そのモニターで見てたら俺からしたらもうなんか違いがよく分からんねんけど、どうなん。まあ、俺はベージュが一番分かった。ベージュがなかなか難しかったけど難しかったけど、多分ベージュの方がこう、T シャツ着た時に中着てるって分かりづらいやろな。あ、確かにこうやって着た時にね、うん、中に仕込んだ時肌っぽく見えるけど、特に黒とかやったら黒が浮いたりとかね。確かに、まあカラーは自分のまあ普段白が多いんやったら、まあベージュが無難とかって感じになってるかもしれないですね。うん、脇のとこにパッと入ったね、これ。ああ、だからなんか脇のとこ出てんなと思ったんか。そういうことか。だからこういうタンクトップっていうかノースリーブやから、え、脇の汗めっちゃ出てくるやんってなるけど、脇のとこにはぴったりこう、パッドが入ってるから、汗陣もカバーしてくれます。カバーするよということになってるんです。で、まあ、生地感的な感じで言うと、そのコットンのこっちの T シャツとかやったら、はい、このスタイルでもお届けするけどねこの感じやったら俺もちょっとスタイリストみたいになってるんで、ちょっとパリコレとかのスタイリストやったらこんな感じやんか。確かに。やったらこれはこれで、まあ、コスパはいいんやけども、ちょっとシャリ感がない、はい、ちょっとこうガシガシした雰囲気というか、確かにはあるし、まあスタイル的には一番ベーシックな感じの、形で、まあ、シャリ感があるような生地感かなと思います。だからトロッとした感じではないよな。うん、で、まあ、こっちの方に関しては、まあ、タイトにフィットしてるから、ほんまになんか野球のアンダーシャツ着てるみたいな感じだから、うん、まあ、余計な感じはないというか今日こうやってるシーンがちょっと笑っとったこれ、うん、それ笑っとったあかんわ別にいいけどなっていう感じだから、まあ、生地感的には、はい、まあ、そういうイメージかなと思います。あんまコットンって感じではないかなと思います。ただコットンバージョンもあんねんて。あ、そうなんや。この辺がねコットンバージョンで、まあ、あったりするので、こういうまあスポーティーな感じのやつとか、うん、着心地とかはあんまいらんっていう方は、まあ、そんなんでもいいかもしれんということになってます。ちなみにこれの全然話変わるけども、それの XL もあるんで、 XL も一回着てみました僕。どうですか、ちょっと肩落ちてる。なんか、うん、ちょっと大きなったかな、 L よりかは。まあ別にオーバーサイズって感じでもないもんな。そうですね。で、あとインティーもそこまで見えへんよな。なんかもっと見えるかなと思って。そうか、今インティーこれ着てるんですけどね、あんま見えてないんや。もっとオレンジオレンジ見えるかなと思って。まあ確かにこれはでも 7.4 オンスあるから見えてないっちゃ見えてないかもしれん。 7.6 ね。 7.6 か、ごめんなさい、はい、だから見えてないかもしれんな、ただね、こうデメリットとしてはちょっとグンゼさんに言ってて、ちょっとデメリットは言わせてくださいというふうに言ってて、どんなアイテムでも僕デメリット言うんでって言ってたんですけど、やっぱこのデメリットとしては、もちろん肌着のメーカーで1430円でこれ作れるのすごいと思うやんか、で、まあ、実はこれ着ててすごいなと思うけど、やっぱ生地感よね。生地感がどうしてもこう硬さがちょっとあるというか、だからそれはグンゼさん曰く、こう洗うことでより柔らかさとか風合いが出てくるっていう話はおっしゃってたんやけど、最初のこの新品で買った時っていうのはなんかちょっと硬さを感じるというか、いうところもあったりするんで、まあ、それは糸の違いとか編み方の違いとかもあったりするんですけどね、はい、まあ、そういうところで、まあ、見た目がこの雰囲気が好きっていう方やったらね、まあ、それはそれでいいんちゃうかなと思うんですけど、洗うことでより柔らかさは出ますっていうことやったんで、まあ、洗っていって柔らかくするっていうのも一つかなと思うんですけども、まあ、インティーの方はね、やっぱりデメリットはみんな見たら分かるよね、うん、やっぱり見た目、これでじゃあ俺がさ、よしサウナ行こうかって言ってさ、よしサウナ行きまーすって言ってパッて抜いた瞬間離れるやろ、ちょっと怖いよね。ちょっと嫌ですよねそれはね。でこんな顔してさ、普通な顔してさ、よしじゃあ今日のサウナどんな感じかなーなんて言ってたりしたら、もうみんなさーっと離れていくやんか。だから俺今までインティーって着たことなかった、インナーの T シャツって着たことなくて、ちょっと袖あり場所に変えよう。なんか今なアンケートしたら、インナーティーって10代から20代は約 60% が着てるらしいねん。あ、結構な割合で着はるんですね。そうで、まあ俺は着たことなかったんけどさ、あ、結構着てはんねやと。確かに言われたら、ビジネスとかで脇汗びちょびちょのおじさんとか、まあ確かに若い子あんまびちょびちょになってないんか、でそれ以外にもこう乳首が透けてるとかってなったりしたら、さ引き締まってて、もうボディービルな体で乳首見えてんやったらまだマシやけど、もうドローンとこう落ちた状態でさ、重力に滑ってビヨーンってなった状態やったら、まああれやなってなるし、でそれ以外にもワイシャツとか特にそうなんやけど、傷まない。あ、なるほど。傷まない。その汗とかでびっちゃびちゃになってきて、でワイシャツまたクリーニング出さなあかんとかってなるよりかは、もうそんな毎回出してられへんや、そんなインティー着とくとか、いう風にしてやったりはすると、いう風なんで、意外とインナー着とる人多いらしい。ただやっぱデメリットとしてやっぱ言うなら、これな、まあ、見た目云々はもういかうとこ、もうこれは擦り続けたからいいかいんやけど、インナーティーをそもそも着いひんっていう人からしたら、はい、あの私服で普段いてる人で、あのインナー着いひんっていう人もいてるやんか、やったら使い道ってやっぱないやん。そうやね。だからやっぱビジネスやってる人とかでワイシャツ着てるんですとか、
ポロシャツ着てるんですとかってなったりしたら、こう汗じみとか乳首目立ちたくないとか、それビジネスでさ、じゃあ今日のプレゼンでもですねって言って思いっきり乳首透けてたり、あー、ファキ汗やったらさ、話入ってこへんか、うん、だからまあそういう人とかには向いてるけど、まあ着ない人はもう全く着んよねっていう、うん、そうやね、うん、っていうところはあって、実際アンケートでも 60% 以上が着てるってことなんやけども、逆に言うと 30% は若くても着てない人がいてるってことなんで、うん、まあ着てる人には刺さるけど、着てない人はもう全くもう普段から着ないということになってくるかなと思います、うん、でね、話をちょっと冒頭に戻していきたいんやけども、俺が着とったねこの T シャツ、色違いもございまして、まあ、このようにあるわけなんですけども、実はこれジャケット用に作られた T シャツやねん。あ、でしかもこの T シャツも倍しますので、まあ倍って言っても3000台なんですけどもね、うん、しますので、しかもそれ今から着てもらいましょう。君の分もあるからね。あ、そういうことか、はい、僕これ L で着てるけども、君の分 M サイズ着てもらいたいなと思います、はい、でよく見てもらうと分かるんですけど、バインダー、首元のバインダーの前は普通なんですけど、後ろがバインダー太くなってるんですよ。で理由はなんでかっていうと、ジャケット着た時にこの首のところの、汚れとかがジャケットにつかないように後ろのバインダーが太くなってると。なるほど、はい、どうですか。そうですね、さっきより柔らかい感じしますよね、うん、着た感じ、やっぱさっきの方がちょっと硬さがあるっていうか、まあそれはまあコスト的に仕方ないじゃないんかもしれないけど、まあ、それと俺もよく気になるのが首元がちょっとよれづらいんかなっていう、うん、そっちの方が。なるほど、さっき言ってたように確かにこう後ろ長いのもあるし、ちょっとしっかりしてる感じはある、ね、うん、確かに、うん、例えばその首元がこの後ろちょっと高くなってるっていうのが、ジャケット着た時にこのジャケットの低かったら全部この襟のところがこう汚れてくるんやけど、そこも考えられて出ない設計で作られてると。なるほど、出ないけどちゃんとカバーできてるよ。そうですね、いやこれくんたさんいいじゃないですか、これ送ってくださいよって言って送ってもらったと。なるほど、今日全然ジャケット着たんでもね、普通に着てるだけでも全然気持ちいいし、うん、なんかちょっと気持ちいいやけど、さっきのより短いんかな。でもちょっとジャケット用やからスタイルが細めになってるかもしれない。あー確かに、それ言われてみれば、こうゆったりしたオーバーサイズじゃなくてちょっと細めな感じになってるのかもしれないですね。一枚で着れるっていうのと、まあジャケットに着るっていう部分でちょっと変わってるかもしれないよ、うん、そうです、そうですが、インティーも結構あんねん。だからこの袖あるないだけじゃなくて、そのこのパッドがもうちょっとあの脇汗の方がちょっと大量でっていう方なんかはパッドがもっと分厚いもんあんねん。あーそうなんや。それがねこのタイプとかで、より脇汗の汗じみを対応するタイプがあったりとかで、まあ、パッドがもうちょっとごつくなってたり、うん、あとそれ以外にやったらこういう速乾性のあるタイプもあって、はい、ちょっと生地が乾きが早い、うんうん、パッとこう乾いてくれる速乾バージョンもあったりとか、他には、まあ、さっき言ったけどもコットンが、うん、混合されてるバージョンもあるので、はい、よりこう天然素材に近いような雰囲気で着たいっていう人はそういうのもあったりするってことなんで、もう一回ちょっと最後見ておきましょう、まあ、ここまでねパツパツの服着ることもなかったし、肌見せることもなかったから、まあ、初の試みなんですけどもね、まあ、今回軍勢さんからお話しいただいて、ちょっと一回僕も一肌脱ぎますわということで、いろいろ脱がせていただきました。今回紹介したやつはね全部動画説明欄の下のところに貼ってるので、そこから見ていただければ、そのコットンバージョンとか、この汗のパッドがもっときついバージョンとか、いろいろあったり、OK、まあきついというか、この汗のパッドがもっとごついバージョンとか、いろいろあったりするみたいなんで、まあ、そこから見てもらえたらいいかなと思うんですけど、いかがでしたか。そうですね、見慣れるもんですね。最後一回着ときますか。着ときますか、ね、俺着たら絶対変やけどな。着といて、あ、こんな感じなんだよと、俺ばっかりがこのなんていうの、変態に並んでもね兄弟で変態になって終わればそれはそれでいいじゃないかということで、はい、何の辺の色がいいですか。何の方が変態になりそう。やっぱカラー違う方がいいんじゃん。ってことは、これはベージュの一番スタンダードみたいな感じで、この辺やで、ね、多分黒やったら思わないからね。まあこの一番目立たへんかった肌着っぽい感じでいいんちゃう。あ、わかりました、はい、実際どうですか着てみた感じ。確かに言うてたこのホールド感は確かにない感じはするけど、俺はこっちでも全然ええかな。なんか微妙にあんねやったらない方がええかなっていう気がするけど、なんかほんまにアンダーアーマーやな。うん、そうやね、アンダーアーマー、野球やってる人やったら分かるけど、とかまあサッカーやってる人とかもこのユニフォームの下に着てるやつ、ピチッとするやつ、見た目は全然アンダーアーマーとは違うかもしれないんですけども、着心地はそんな感じだね。そうですね、ちょっと変態兄弟になってしまいましたけどね最終。うん、まあバレリーナ兄弟でこの辺終わりたいなということでね、はい、本日はですね軍勢さんの T シャツとかインティーを紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。